意見を聞いてもいいかな。私は世界には一つの悲しみもない方がいいと思ってます。私はチョコで世界を幸せにしたいと思ってますから、ビリアーナさんも救われる道があるならそれを選びたいです。ルエ、どう思う？私はリリアと一緒だ。アルの決めたことについていく。勘違いしないでほしい。押し付けようとしているわけじゃないんだ。そのアルの選択はきっと正しい。昔からそうだったし、今もそう信じている。ルー、博士、私の意見を聞きたいのか？聞かれても困るが、私は迷った時は自分の直感を信じるようにしている。それが一番後悔しない。なるほど。生贄は反対だ。迷う必要はない。ロエルジリス様が正しい。妖魔に力など与えてたまるか。ベルシカ、なあリリア、ちょっと聞きたいんだけど、月の女王との戦いの後何があったんだ？どうして姿を消したりしたのさ？あの時、私2人を助けるために時間を遅らせたの。え？まずはアルを安全な場所まで移動させたわ。その後ルーエを運んでたんだけど、力を使いすぎたせいでどんどん苦しくなって、そしてぐにゃって景色が大きく歪んだと思ったら、なぜかユーラルムにいたの。それってどういう？今まではこんなことなかったけど、多分これは私の力の代償なんだと思う。その後はとにかく邪妖から逃げて学園に向かったの。あそこならアルかルーエが見つけてくれると思って。リリアのおかげで助かったのか。リリア、ありがとう。でもあの力は使いすぎないようにしよう。それは時と場合によるよ。リリア、アル、ごめんね、こんなことを言って。でも私、自分が死ぬことよりもみんなが死んでしまうこと、世界を救うことだけを考えるなら、リリアの言うことはもっともだと思うけど、私はごめんね。みんなの意見は一通り聞いた。部屋に戻ってゆっくり考えよう。よし、強くなったさ。新しい汎用の力。なんだよみんなよ、仕方ねえだろ、成長なんだからさ。早いね、起きるの。だってアルは寝てないと思ったから。当たりだ。決めたんだね。うん、聞かせてくれる？リリアは私にとって特別な人だ。リリアがいたからここまで来れた。リリアがいたから今の私がある。だからリリアの意志は尊重したい。世界を救いたい。うん、でも私はリリアと一緒に生きていきたいんだ。倒すよ、月の女王を。そしてリリアも世界もどっちも救うんだ。